ラムセス10世、ラムセス10世は古代エジプト第20王朝の第9代ァラオ。即位名はラーの正義を守る者を意味するケペルマートラー。即位前の誕生名はアメンヘル・ケプシェフといった先代の王ラムセス9世との関係は不明。ラムセス9世までの王たちはいずれも残された資料からラムセス3世の息子や孫であることが判明しているが、 ラムセス10世については、血縁関係を示す資料が未発見のため、経図上の位置が特定されていない。ラムセス9世と10世、時代の11世が親子関係にあれば、王の娘、王の妻、王の母の称号を持つ、同王朝の王妃ティティが、ラムセス10世の妻である可能性もあるが、大、ハリス・パピルス等の資料からティティはむしろ、ラムセス3世の妻である可能性が高いとされる。 その知性についてもわずかなことしかわかっていない。最も新しいのは、知性3年目の日付で、王家の谷で応募建設に従事する労働者の日誌に記されている。その内容によれば、砂漠に住むリビア人の襲撃が頻発しており、職人たちはペレトの月の6日から24日までの間、ストライキも兼ねて断続的に墓の工事を中断した。この記録は同じ頃、 砂漠からデルタ地域の西部に流入する民が増加していたことを反映している。ヌビアの兄ア場に碑文が残されていることから、ヌビアは依然としてエジプトの支配下にあり、何らかの事業が続いていたこともわかっている。この碑文は新王国時代の王が同地に残した最後の辞跡となっている。ラムセス十世紀の知性が何年続いたのかについても確定していない。 4年程度だったとする説を支持する研究者が多い。一方で、テーで見つかった知性8年目の日付を、ラムセス10世に帰属させ、9年ほどの知性だったとの立場を取る説もある。王家の谷にある王の墓キロボルト18は未完成で、ミイラも発見されていない。ありがとうございます。